猫である、限りは、理解できないことだが、猫でないのならわかる話ではある。その、墓は、誰かの墓で、その身内が、そこへ饅頭を備えていた。あるいは猫が食べる様、それが、墓主が食べたかのように思えて嬉しかったか。その人もやがて亡くなる。その墓には、もう饅頭をお供えする理由も、それを行う人もいない。猫だったらすぐ、別の餌場を見つけに行くはず。そこにいつまでもいるのは、あるいは猫じゃないからか。日本が、太平洋戦争を始めた？根本的な理由がその、朝鮮系の意識、人間は動物である、そこにあって。それ、を打開するためには誰かが秦の始皇帝並みのパワーを持たねばならなかったから。だとした場合に、無念さは残る。結果論、秦の始皇帝と同レベルのパワーは持てなかった。それ、が打開できたらあるいは、